帰った後は、まあ一日一番ですと話し、気持ちを切り替えていました。夢中で撮って気づかかってました。胸を押したら始めないんで、まあ前に出て行こうと思います。中入り後の勝敗です。35歳のベテラン宮城山が3連敗。場所前の稽古もできていたのに正直きついですと元気がありません。ブルガリア出身の葵山が連勝対決を制し3連勝です。横綱春馬富士が豊ノ島を退け3連勝とした相撲をどうぞ。頬の出血に春馬富士は冷えだなと話しながらも白星に笑顔でした。